はい、どうもハピネスタークのハピネスです。ハピネスタークは現在ね、ウォーフレームをメインに動画投稿やライブ配信を行っています。で、今回のね動画ではその傍らで実はツイッチチャンネルも動かしてますよというお知らせ動画になります。そちらもね本格的に動かすようにしました。すでにねツイッターとか、YouTube のメインチャンネルのねコミュニティタブから情報を入手している人もいるかもしれません。ツイッチチャンネルはねずっと凍結状態だったんですけど、何かしらの方法で使いたいなってずっと思っていたので、今回はですねウォーフレーム以外の動画を配信する媒体として、利用させていただこうかなという風になりました。現在はエルデンリングとか、エイペックスレジェンズとかね、そんな有名どころのタイトルから、お姉ちゃんバラオリジンっていうね聞いたことある人ない人様々だと思うんですけれども、すごくニッチなねタイトルなんですが、そういったものもねプレイしたりだとか、比較的にハピネスがプレイしたいなって思うもの、趣味に近いものですよね、そういったものとか、あとリスナーの方々に、エルデンリングなんかそうなんですけど、リスナーの方々にリクエストをいただいて、選定したタイトルを、配信上で取り扱うようにしています。本当にねまだねこのラジオ動画を収録してる今、7月末あたりなんだけど、7月半ばから本格的に、動かし始めたっていうところなので、ハピネスもねその探りながらっていう部分もあるんですけれども、ウォーフレーム配信で見るようなね相変わらずの楽しい配信を行いながら、騒がしくやってます。本当に相変わらず、うわーバカ野郎。このスイッチでね配信されたものっていうのは実は YouTube へもアーカイブ公開しています。ただ目的がね、もともとの目的がウォーフレームをメインとしているチャンネルでウォーフレーム以外の動画を公開するのに、俺自身抵抗があったんですね。もちろん気にしないっていう人もいてくれるとは思うんですけれども、俺自身がちょっと気になったので、それとは別にウォーフレーム以外のタイトルを配信する媒体としてツイッチを利用するっていう風にやってたんですね。なのでそのツイッチでね配信したものをその YouTube にアーカイブに公開する際も、結局それをウォーフレームをメインに扱ってるチャンネルに持ってくると、結局何も変わってないみたいになっちゃうので、そこでねツイッチで公開した内容を別途チャンネルを開設して、そこにアーカイブ公開を行うようにしました。ツイッチチャンネルもその新しいねゲームアーカイブスチャンネルっていう風に俺ちょっと名前つけてるんですけど、そこもね全てこのお知らせ動画の概要欄の一番上の方に記載がありますので、ぜひこの機会にフォローとかねチャンネル登録をいただけたらとても嬉しいです。配信のスタートとか動画の公開に関しては全てツイッターをメインで行ってます。なのでそちらもねぜひチェックしていただけると幸いです。ツイッチ配信でやってる時も相変わらずコメントはバンバン読むので、リアタイでのねコメントとか、リスナーの方々とのつながりで今後ともね楽しい配信時間を一緒に過ごせればなと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。最後に一つ大事なこと、この影響で俺のウォーフレームの活動がおろそかになることは絶対にありません。ウォーフレームは俺にとってもねめちゃくちゃ大切なタイトルだったりするので、ウォーフレームを元にハピネスのファンになってくれた方も多くいらっしゃると思うんですよ。でもねその点、ウォーフレームの活動がちょっとエネルギー削がれるとか、不足するとか、そういうことは絶対ないんでね、その点は安心していただければと思います。はい、そんな感じのお知らせ動画でした。ではねまたツイッチチャンネルとか新しくね開設した YouTube チャンネルとか、そちらでもねお会いできればと思います。またお会いしましょう。ハピネスタークのハピネスでした。バイバイ。